こんにちは、ふみちゃんでのしのです。あたしです。ということで今回はですね、なんか記録として残しておこうかなと思ってこの動画を撮っております。はい。で、何の話をするかというと、サムネとタイトルでわかると思うんですけれども、なんとしのちゃん電気ミスをして治療してきました。はい、歯のね、歯のね、そう、歯なんです実は。で、しのの歯を見てください。では笑ってください。はい、まず昨日歯医者に行ってきたんですけど、歯医者の前はちょっとへこんでいて撮影もできず、歯医者の後もものすごいへこんでいて動画が撮影できなかったので、ちょっと記録として次の日になりました。はい、私は歯医者で昨日2つのことをしました。まず1個目がここの歯を抜いたことです。はい、歯を抜きました。で、そのまず 3,4 週間前にもそっちのね、歯を、はい、抜いたんですけど、揺れててね、なかなか取れなかったので抜いてもらって、で、昨日はこっちの歯を抜きました。はい。で、なんか先生曰くちょっとしかね、お肉ぐらいしかついてなかったみたいで、マンゴーグミとか食べるときにここの歯が揺れてて全然食べれなくて、パコって、そう、それがあって、ちょっともう抜いちゃおうかなと思って抜いてもらいました。なので次からちゃんと囲って多分できるとは思います。次はね、もう歯を抜いたので今前歯2本があるので、ハムスターみたい、ハムスターみたいなのでね、抜いてきました。はい。そしてなんとここからがすごい、電気メスを使った治療をしたのがどの歯でしたか。この奥歯、奥歯です。一番奥歯、うん、一番後ろの奥歯が、なんかしの今8歳なんですけど、6歳臼歯で、うん、4日までに歯が生えてたら切らなくていいよって言ってたんですけど、で、レントゲンを取っても歯は下にちゃんとあるって言われてて、それで歯茎を、そこの部分をこう切って、お手伝い、歯が生えてくるお手伝いをしなきゃいけないねって言われてたんだよね。それで昨日歯医者に行ってきました。はい。で、その前に、まあ、これからね、矯正も眠いですか始めるようになるので、そのまずね、矯正の先生にちょっと6歳臼歯生えてないから切った方がいいねって担当の先生に伝わり、その歯茎をね、切ることになっちゃったんだけど、なので、ね、矯正の話はまたね、これからどんどん進んでいくと思うので、そちらもね、あの記録として取っていきたいと思うんですけど、まず今回のその歯茎を電気メスで、はい、電気メスで、なんだろう、そうしの思うんだけど、そうしの焼いてきたっていうのかな、なんかしの思うんだけど、うん、電気メスよりしの麻酔が嫌いで、うん、麻酔やるときになんか風みたいなので吸ってくれたら、うん、しのはもう風っていうか、あの、なんだろう、掃除機みたいなので、そう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 、ズズズズズズって吸いながら麻酔をするなら OK なんでしょ。うんうん、全然 OK なんだけど、麻酔そのままやるともう本当に嫌い、苦いから。で、昨日はその2箇所麻酔をしたんだよね、こことここ、うん、で、先生はしのちゃんが嫌がってたから、じゃあもう前歯だけ抜いて今度奥歯やろうかって言ってたんだけど、その時しのがなんて言ったんだっけ、両方でって言って、両方でって言って、それでこっちもこっちもやってきました。一気にやるって。で、先生がびっくりしたよね。うん、しのもう一気に、うん、最近はもう一気にやっちゃった方が、もうあとは楽だからそうしようかなって最近思ってて、うん、それでやってきました。そう、昨日ね、すごいうるうる泣いてたの、うん、やっぱいざね、歯医者のあの椅子に座ると怖くなっちゃってね。それで、なんだろう、先生はその無理しなくていいよって言ってくれて、もうほんと前歯だけでいいよみたいな、奥歯今度でいいよって言ったんだけど、一気にやりますってしのちゃん言ったんだよね。それで、あの、焼いて、それしの焼いた後の、うん、焦げてる、焦げてんの、なんか焦げてるみたいな味が嫌すぎて、うん、めちゃくちゃぐちゃぐちゃっぽいしたんだけど、もうマジで最初離れなくて、それが、うん、あのお薬もらったんですけど、うん、その歯医者で痛み止めをまず飲んだんだよね、歯医者で、ね、痛み止め飲んで、それあとぐちゃぐちゃっぽいして、その苦さは終わったっていう、うん、そういうことです。そういうことで余裕でしたか、結構どうでした、
電気メスは怖いよね。ママも電気メスはやったことが、生まれて初めてもう歯医者であんな痛いも思いしたっていうの、痛いっていうか、うん、もう苦いとか、うん、だから普通の治療と違ってやっぱ電気メスはね、なんか違う機械がしのちゃんの頭の後ろから登場してて、ガラガラガラってなんか小さな機械に電源を入れて削る機械みたいなので、こう撫でるようにね、こう歯茎をこう撫でるような感じで歯茎を焼くみたいな感じでしたね。でもさ、うん、その見た目見たらもう、でも今アンしたら白い歯見えんだよ奥歯、うん、知ってる、鏡で見てる、見たの、うん、すごいね、よく見てたね。なんで、でなんかさ、その歯を出すために周りのなんだ上の部分の歯茎を結局焼いて、焼いたところって結局なんだろう、周りがかさぶたになるんだって。え、怖くて見れないって人もそうじゃない？え、そう？普通に見ちゃったんだけど。すごい。本当に入ってんのかな？あ、あ、入ってた。そう、ということで初めてのね。その電気メスっていう機械見るとさ、うん、本当に怖くてうるうる涙が出ちゃうから、うん、目隠ししてくれたよね、ちゃんと。そう、目隠ししてくれて、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。そして3日くらい前に、うん、今日合わせて3日くらい前に、最近しつもさ、マジでミニオンにハマってて、うん、一番好きな子がここにジャジャーン、一番ちっちゃいボブです。でね、そのボブを抱っこしながら歯医者に行ってずっとボブの手とかを握ってね。でこの夏休みはね、ちょっと大きな病院に行って、あの歯のレントゲンを取って矯正が始まる予定です。今年は1のクラスにも見た限り2人は矯正してて、うん、まあ仲間みたいな子がいるなら、まあできるかなみたいな感じで頑張りたいと思います、うん、はい。でね、本当痛いよっていう風に矯正の先生に脅されました。嘘はつかないよって、本当に痛いよって、それでもやるなら頑張ろうかって言われて、でママもすごい今しのちゃんに脅してんの、矯正痛いってって。でも 2,3 日でやめるならやめた方がいいよって。結構額もね大きいので、でも歯を本当に綺麗にしたいっていうことならママも協力したいなと思うので、あれやりたいな、ホワイトニング。それ早いからそれ大人になって、あの歯医者の先生にも歯のホワイトニングやりたいんだけどみたいなことを相談したら、大人の歯になったらやろうねみたいなね言われたんでね、まだ小さいから大人になったらホワイトニングは任せてって言われたので、ホワイトニングはまだまだまだです。今日は私の初めて電気メスをしたお話をしてみました。皆さん歯で悩んでることとかありますか？矯正は初めてやるので、痛い時どうやって和らげたか、ぜひ教えてください。シノは頑張って治したいと思います。という今日の私の現状でした。次回はもっと楽しい動画を投稿していくので楽しみに待っていてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。